皆さんこんにちは。今日は久しぶりにゴムバンドタイプのドライブレコーダーのご紹介となります。で、今回のこちらのドライブレコーダーはマックスインでも売れ筋商品の一つとなっております MDR-C013B。 こちらは車内カメラタイプになるんですけれども、こちらの方の後方特化型の 10.88 インチのデジタルルームミラーのレビューをいたします。で、まずはこちらの C013B の仕様を見ていきたいと思います。で、こちらのスクリーンは 10.88 インチの IPS 液晶式になっております。で、解像度の方なんですけども、今回に関してはリアカメラ特化型ということで、リアカメラのみになるんですけれども、1920×1080p のフレームレートが 25fps と C012D と同じスペックになっております。もちろん LED 信号対応ということになっております。で、リアカメラのケーブルなんですけれども、こちらの方もまあミニバンに対応しているということで、6メーターのケーブルが付属しております。なので、ミニバンで使用しても特に短いなということはなく、十分な長さを持っております。で、マイクロ SD カードに関しては、最大 128GB まで対応するんですけれども、こちらに関しては、別売りとなっております。で、GPS の方も、こちらはオプション設定ということになっております。で、駐車監視モード、こちらも駐車監視用のケーブルがオプションとなっておりますので、そちらの方をつけることによって駐車監視モード、こちらに関しては衝撃検知のみにはなるんですけれども、オプションのケーブルを使えば駐車監視モードを使うことが可能ということになっております。で、セット内容についてなんですけど、まず本体、それから今回はこれリアカメラ特化型ということで、こちらの方 C013B の方は車内カメラなので、こちらがセットになっています。で、こちら6メーターのリアカメラの接続ケーブル、それから取り付け用のゴム、で、またシガーライターソケット、で、それからクリーナー、で、こちら取説、こちらの方も付属しているということで、親切な付属品の内容となっております。で、こちらは C012 なんですけど、こちらのドライブレコーダー搭載車というマグネット、これももちろん付属しております。で、こちらにありますこの GPS と、これのこの GPS と駐車監視ケーブルに関しては、今回の製品に関してはオプションとなっておりますので、別途お買い求めが必要になってきます。で、まずはこちらのフロントの筐体を細かく見ていくんですけれども、こちらの方はスタンダードサイズの、約11インチあるデジタルミラーとなっております。で、こちら後ろなんですけれども、一度外してみたいと思うんですが、こういったウェッジマウント、これもマックスインの製品なんですけど、これを今回使っています。で、このように後ろに関してはゴムバンドタイプということで、このバンドで固定するタイプのものとなっております。こちらが物理ボタンとなっておりまして、液晶表示のオンオフの操作を行うというものになっています。それからこちらの上部になりますけれども、こちらなんですが、これが電源用のハーネス、ここにつくようになっています。で、こちらが AV インというふうに書いてありますけれども、これがリアカメラにつながる配線がつくところになります。で、ここが SD カードのスロットがついておりまして、ここがオプションの GPS がつく端子となっております。リアカメラに関しては、車内接続タイプということで、そのまま両面テープがついていて、またカメラのアングルの調整が簡単にできてしまいますので、ステーがついてなくても、そのまま取り付けができるタイプのものとなっております。で、こちらが6メートルのリアカメラの接続ケーブル、4ピンタイプというものになってまして、さらにリバース信号の赤い入力線が出ているというものになっております。で、オプションで15メートルのタイプのものもございます。で、今回の私の取り付け例ということで、あまり参考にならないかもしれないんですけれども、通常こういう付け方、上にもこのように、
スマートミラーがあって、下にもミラーをつけるバカはどこにもいないと思うんですけれども、まあ、このような形でちょっと比較をするために、まあ、こういったミラーの取り付けをしてるんですけれども、まあ、先ほどお見せしたウェッジマウントを使うことによって、まあ、このような形で普通に取り付けをすることができる。通常でしたらこれ自体は純正ミラーにかぶせて取り付けをすることができますので、特にミラーを外したりするような必要性もないので、誰でも簡単に取り付けをすることが可能かと思います。で、リアカメラは私の場合なんですけれども、車内カメラということでワイパーが届く範囲のリアのハッチの真ん中付近に取り付けの方を行っております。で、私の車の場合はノアボクシーということなんですけれども、リアカメラのケーブルが 0.5 メートル、リアカメラの接続ケーブルが6メートルということで、まあ、6.5 メートルあるということなんですけれども、ノアボクシーの場合は下からでも通せますけれども、アルファードとか少し大きめの車になってくると上から通さないと配線が届かない場合もありますので、まあ、その場合はオプションの15メートルタイプの方をお求めいただくとよろしいかと思います。で、次にインターフェース見ていきたいと思います。今収録している状態なんですけど、収録している状態ですと設定画面ボタンを押しても入れないので、ここを一回止めていただいて、で、ここを押していただく必要というのがあります。そうすると各項目の設定画面が展開されるようになります。で、またミラー画面に戻りますけれども、このように時計がついておりますが、タップしていただくと設定ができるようになっております。で、また時計の表示ももしいらないということなんでしたら、ここに日時の表示ってオンオフがありますんで、ここを押していただくと、はい、このような形で日時を消すということももちろん可能となっております。で、ここタップすると日時が表示で、また待っていると日時が消えるという設定の設定となっております。次にバックカメラなんですけれども、こちらの方はこのようにバックに入れますと、まあ、ガイドラインがこのような形で表示をされます。で、またこのバックカメラ、この状態でこのアングル調整というのももちろんできるようになっておりますので、まあ、バックするとき、例えばこの下側が見えた方がいいっていうのがあると思うんで、まあ、その場合はこう一番下にアングル調整をしておけば、前方です。はい。このような形で普段見ている状態と別のアングルで切り替わって見てくれる、見えることができるので、非常に便利になっています。で、ガイドラインの設定ももちろん可能になっておりまして、こちらを押していただいて、ここになります。で、ここでガイドラインの設定というのをこう、することができる。で、幅はこちらで調整するということができるようになっております。で、次にスマートミラーとしての見え方ということで、ポイントについてご紹介をしていきたいと思います。視野角と後続車両の距離感、画面の明るさ、それから反射のしにくさ、昼間の逆光補正、夜間のヘッドライトの防炎効果、夜間の市街地での明るさ、で、最後に夜間の暗い場所での明るさということで見ていきたいと思います。で、まず視野角についてなんですけれども、こちらのミラーなんですが、このように距離感を調整するように拡大のズーム機能っていうのがついています。まあ、それによってもちろん視野角が変わるわけなんですけれど、今この状態というのがデフォルトの状態の140度と、まあ、いうことになっております。で、ちなみに参考までになんですけれども、 A001 私使っているんで、まあ、そちらとの比較で見ていただければと思います。視野角なんですけれども、こちらの C013B に関しては140度ということになっております。ではそれに対して比較をしていただければと思うんですけれども、
こちらの MAX インの A001 は視野角が117度だったと思うんですけれども、正確な数字はテロップで貼っておきますが、これを比較していただくとよくお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、特にこちらの左側、このハイエースのところです。ちょうどこのハイエースのこのナンバープレートは A001 は見えませんけれども、C013B はナンバープレートもちろん見えますし、さらにこの奥の外壁まで見えるぐらい後ろの視野角は広くなっているということがお分かりいただけるかと思います。ただし視野角が広いと、もちろんこの視界が少なくなってものすごく安心感が高くなるんですけれども、デメリットもありまして、距離感がつかみにくいというのが出てきます。要するにこの距離が遠くなる。でこっちの方は117度ということになってて、こちらが140度なので、広角になればなるほどこの車の距離というのが遠くなります。まあ、そこを抑えるために先ほどのこれ使うことによって、まあ、距離感を調整することができるということで、これ結構使えるアイテムかと思います。これによって2つのパターンの切り替えが、まあ、できるようになるということになっておりますので、これはすごく使いやすい機能ですし、この A001 にはもちろんその機能がついているんですけれども、この C013B みたいにここのホーム画面でこういう風にするようにできるものではなくて、わざわざ参考まで見ていただければと思うんですけれども、この本体設定でリアカメラで、ここで調整しなければならない、でこうしてでこういう感じで調整しなきゃならないんで、ちょっと設定がめんどくさい。でこっちはやはり新しい製品だけあって、もう特に設定画面なんかいらわなくて もうそのままホーム画面のこのボタンで即座に調整ができるんで、かなり実用性としては高い。走行してるときはこちらを使って、で駐車するときは例えば見にくいと思った場合はこちらを使うといった、まあ、そういった利便性の高い使い方ができるという機能が搭載されています。で次にディスプレイの明るさ、それからカメラの明るさ、それから画面の見やすさというところでの比較なんですけれども、まあ、見ていただきますと、さすがに A001 と比較してしまうと、この C013B はちょっと暗く見えてしまうかもしれないです。で、この A001 って A002 よりも実際には明るくなっていまして、まあ、1200カンデラということで、非常にモニターの輝度値が高い。おそらく今出ているドライブレコーダーの中で最も明るいと感じられるデジタルミラードライブレコーダーではないかと思うんですけれども、まあ、そういった観点でこう、まあ、値段の違いがありますので比較していただくと、かなり検討している方なんではないかと思います。まあ、若干暗さはあるかもしれないんですけれども、まあ、価格的な違いを見ていただくと、もう十分検討しているというのもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、カメラとしての明るさというのも若干こう暗めには見えますけれども、でもコントラストの違いぐらいな感じなのかなっていうぐらいで、非常に両方とも鮮明に、この C013B もかなり鮮明に見えてる方なんじゃないかなというのが個人的な印象として非常に大きいなと。このミラーの見やすさという意味においての映り込みの有無についてなんですけれども、特に両方ともに遜色ないレベルで映り込みもかなり抑えられているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。実際私のこの姿っていうのが、まあ、通常このミラーになってるわけなので、もちろん映るはずなんですけれども、ほとんど映ってないような状態で見るのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。じゃあ実際にこれを今度消して見てみたいと思うんですけど、こんな感じになります。で、私のこの顔自体がこうやって映ってるような状態なわけなんですけれども、こう見ていただきますと、はい、まあ、若干ですけれど、まあ、こちらの C013B の方が輝度としては低めになっているので、若干こう映ってる映り込みがあるっていうのは見えるかと思うんですけれども、
でもこの映り込みがあるからといってこのカメラの映像が見えにくいかというと全くそんなこともないということで、価格なりにしっかりと機能を兼ね備えているというのがこの C013B なんではないかということを皆様にお伝えすることができるかと思います。で次なんですけれども、昼間の逆光補正、まあ、HDR 機能ですね、その辺を見ていきたいと思うんですけれども、ちょうどこのトンネルに入った後でトンネルのこの入り口付近のところを比較してみていただければと思うんですけれども、もう A001 と比較をしてもかなり検討しているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。白飛びがよく抑えられているっていうのが第一印象かと思うんですけれども、まあ、価格の差をかなり埋めていると言ってもいいんじゃないかと思います。そのぐらい非常に白飛びが抑えられていて、くっきりと映像が表示されているという状況になっているかと思います。で続いてですね、夜間のヘッドライトの望遠効果について見ていきたいと思います。まあ、主に光物ヘッドライトに着目していただければと思うんですけれども、その違いがこの携帯のカメラになるんですけれども、お分かりいただけるかどうかというところなんですが、まずちょっと拡大して見てみようと思うんですけれども、A001 の方なんですけれども、かなり乱反射が少なくなっていて、どちらかというとこうヘッドライトのこう明かりの輪郭というのがはっきりしているのが A001 になります。対して A00 にはこうかなり乱反射がさらに激しいということで、輪郭がもう全くこうはっきりしていなくて全体的に眩しい感じというのがあります。なので非常に白飛びしているという印象というのがやはりかなり夜間になってくると強いかなというのが A001 と比較すると見えてくるところというのがあるかなと思います。次に比較的照明が多い市街地での映像の比較なんですけれども、まあ、見るべき観点はやはり明暗差、明るいところと暗いところの差の大きさなんですけれども、まあ、MDR の A001 はやはりこう全体的にこうくっきりと明るいという印象が持たれる中で、 C013B に関してなんですけれども、まあ、コントラストの違いっていうところが、まあ、結構大きいかなっていう気はするんですけれども、でも黒つぶれという部分において見ると特にそれほど大きな黒つぶれというものはなくて、まあ、全体的に周りの周囲の状況というのはどちらもしっかりと確認できるだけのレベルを持っているということが言えるかと思います。まあ、どちらかというとこう色合いの違い的なところっていうんですかね、コントラストの違い的なところが非常に大きかったりとか、あとは先ほどご紹介した通りなんですけれども、白飛びの違いが大きく出てきているというところがありますので、まあ、その辺によってこの見やすさの違いというのが出てきているということを皆様にお伝えすることができるかと思います。で最後に暗視性能ということで、街灯がほとんどない場所での比較を行っていきたいと思うんですけれども、バックランプ入れてる状態なので実際にこのランプ消して見てみたいと思うんですけれども、でさらにライトを一度切ります。はい、これで完全に切った状態になるんですけれども、これ見ていただきますと、まあ、両方ともにフレームレートは 30fps と、でちなみに A002 に関しては 60fps ということで、少し暗視性能という意味においては劣っているということがあるんですけれど、基本的に両方とも 30fps ありますので、暗視性能という意味においては同等の性能を持っているのではないかと思います。両方ともに今左後ろにあるこのノア見えるかと思いますし、また右側にも車が止まっているということも確認できるということがあると思います。でもちろんこの正面のところの建物というものもしっかりと両者ともに確認できるということから、まあ、暗視性能に関しては両者ともに同等の性能を誇っているということが言えるのではないかと思います。
スマートミラーとしての評価のまとめということで、私なりにまとめていきたいと思うんですけれども、今回、6つの項目で見え方についてを解説してまいりました。もう一度確認すると、1つ目が視野角と後続車両との距離感、画面の明るさ、反射のしにくさ、昼間の逆光補正、夜間のヘッドライトの防炎効果、夜間の市街地での明るさ、夜間の暗い場所での明るさということで、こちらの、これらの項目について比較をしていったんですけれども、まず言えることは、価格が倍以上違うということで、価格の差での比較ということで考えていったときにどうかっていうと、非常に検討しているなと思いました。価格差以上の違いというのは、まあもちろんあるんですけれども、デジタルミラードライブレコーダーとしての機能という意味においては、まあ十分に満たしているということが皆様にお伝えできるかと思います。ただ、一点だけやはり少し気になるところとしてあるのが、夜間のヘッドライトの防炎効果ということなんですけれども、ヘッドライトの光の白飛びというのが少し気になるポイントとして挙げられまして、明らかに A001 と比較をすると劣っているところですし、夜間走行している時に少し眩しさを感じるということにおいて、機能面で言うと少し阻害しているところというのがあるので、強いて指摘するとなると、夜間のヘッドライトの防炎効果が劣っているということが挙げられるかと思います。で次に、録画視野角についてのご紹介をいたします。で、MDR の A001B と今回の MDR の C013B との比較になります。A001 の水平角は83度となっておりまして、それに対して C013B は140度ということで、かなり広角になっているのがお分かりいただけるかと思います。なので、周りの状況をいち早くキャッチしやすいというのはもちろんあるんですけれども、車等の被写体の距離感というものが結構遠くなっているということがあります。次は逆光補正なんですけれども、トンネルの出入り口のところで比較をしてみたんですけれども、両者ともに標準的なレベルとなっておりまして、まあ、価格的なところも含めて考えると、C013B はかなり検討していると言ってもいいんじゃないかなと思います。また、ナンバーの読み取り精度なんですけれども、昼間に関しては、両者ともにフル HD ということもあって、まあ、フル HD としては標準的なクラスと言ってもいいかと思います。次に夜間の明るさについてなんですけれども、まずは街灯が多い市街地での比較になるんですけれども、A001 はサービスセンサーを使っているということもあって、イメージセンサーの恩恵によってより一層高画質で高精細、くっきりと映っている傾向にあるんですけれども、それに対して C013B はイメージセンサーを使っていないと、まあ、いうこともあるんですけれども、ただ明暗差というところで比較をしてみると、それほど大きくはなくて、周囲の状況もしっかりと把握できるだけの画質になっているということが言えるかと思います。最後に街灯がほとんどない暗視性能という比較になりますけれども、まあ、両者ともに同等の性能を持っているということで、フル HD でフレームレートがお互い 30fps ということですので、街灯が少ない暗い場所での映像に関しては大きな大差というのはないんではないかなと思います。一方で夜間のナンバープレートの認識ということなんですけれども、こちらの方も両者ともにフル HD ということもありまして、ほぼ標準的なレベルということになっているかと思います。で今回こちらの駐車監視についてなんですけれども、こちらになるんですが、衝撃検知録画のみとなっております。こちらを見ていただくとオフ、高、中、低ということで、この4つの項目での駐車監視になりますので、まあ、今回は
駐車監視の仕組みと使い方についてなんですけれども、 MDR の C012 でもブログの方でご紹介しておりますので、興味のある方はそちらの方をご覧になっていただければと思います。次に地デジノイズの影響です。テレビを見る方においては非常に気にしておかなければならないところなんですけれども、そちらをご紹介しておきます。今現状ですとこういった映り方をしているんですけれども、ドラレコの電源を入れます。この変化白を注目して見ていただければと思うんですが、特に電源を入れたからといって画質が悪化するといった、そういったことはないかと思います。もう一度電源をオンにします。でもう一度電源入れます。はい、特に画質が悪化するということもないので、地デジノイズの影響というのは特に受けないということを皆様にお伝えすることができるかと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、MDR の iPhone の C013B のご紹介を今日はいたしました。でこちらのスマートミラー、上位機種の A001B と比較をしてみて分かったことは何かと言いますと、価格です。もうこれ何回も言ってるんですけれども、 A001B は4万円以上する上位機種となっておりまして、こちらの C013B というのは非常に買いやすい価格帯になっているゴムバンドタイプのドライブレコーダーとなっております。で、Max インのドライブレコーダー同士で今回比較をしたんですけれども、もちろんその価格の違いという、価格なりの性能の違いというものはあるんですが、デジタルミラードライブレコーダーとしての機能というものは価格が安くてもしっかりと抑えられているということが A001B との比較で、デジタルミラードライブレコーダーとしての基本性能の高さというものがお分かりいただけたのではないかと思います。より一層高輝度なモニター、より一層高画質な画質を求めたいと、また夜間の暴言性能において少し HDR 機能というのが見劣りしている部分というのがあるよというお話をしましたけれども、暴言性能もより一層高いものを求めたいという方はこの A001 を選ばれるとよろしいんではないかなと思いますし、特にそこまでいらないよという方にとってはこの C013B というのは非常におすすめのデジタルミラードライブレコーダーとなっているかと思いますので、ぜひこちらの方参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。